はい、鹿肉をいただきました。これを、調理していきます。鹿、
はい、完成です。鹿肉シチュそれではジビエ料理いただきます。本当はねこれデミグラも自分で作ったらよかったんでしょうけどね、もう缶詰で売ってるんで。人参、金時人参ですね。うまい、うん、甘い、うん。この鹿肉ってねそんな食べることないですもんね。珍しいです。結構ヨーロッパとか向こうでは高級料理に使われるんですって。いただきます。うん。柔らかい。うん。美味しい。そこからのパンを、に、こう、つけて、こうですね。で、これを、うん。最高。うん、でね、このなんかこう、缶詰使った時なんかコクが足りなかったのでね、後でなんかウスターやら、バターやらちょっと足していったんですかね。うん。もうちょっとケチャップも入れても。はじめでもトマト入れたんですけどね、なんかもう一つコクがなかったので、そう言って、まあマキシマム足したりしてみました。うん。これでちょうどいい感じですね。おいしい。じゃがいももね、崩れたら嫌だったんで、ちょうどいい感じで。うん。仕上がってる。今日はね、ジビエ関係料理、鹿肉。あと、イノシシもあるんで、この間イノシシ田んぼ足での見たんですけどね、さすがにあのおかげで捕まえる勇気はなかったんでね。鹿肉で。今日は、鹿肉シチューで。乾杯。